続いては、西谷文和さんから政治のこれままででをスライドでご紹介いただきます。西谷文和さんについては、もう皆さんご存知ですね、フリージャーナリストで、イラクの子どもを救う会代表でもいらっしゃいます、最新刊は、まあ、本もたくさん出されてますけども、最新刊は、強調のポンコツ総理、スガーリンの招待ということで、もう私も拝読しましたけども、ちょっとプッと思うようなあの題名がついていらっしゃいます。 えっと、本日は、えっと、スライドを使っていただきながら、20分ほどのお話を予定しています。それでは、西谷さん、よろしくお願いします。はい、あの、西谷です。今日はよろしくお願いします。<laughs> あの、ポンコツ総理菅原の正体という本を書きましたので。えー、私にもうすぐ捕まるかもしれませんので、私の話聞けるのこれ、最後かもしれませんから、今日聞いてもらえればと思います。えー、今日のテーマは、五十路吉村と雨がっぱ祭りなんですが。 あの吉村はこれ竹藤の弁護士だったということはよく知っている方が多いと思うんですけどね、えー、竹藤というあのサラ金の会社はですねこれはですねその竹藤がめちゃめちゃなことをやっているということをジャーナリストが書くとそのジャーナリストに1億円とかの裁判をかけてきたこういうことをしたとこなんですがその、えー、竹藤の,あの竹井会長は盗聴してたんですよあのジャーナリストの家の電話を。 それで竹藤の会長が捕まったので竹藤は亡くなったわけです。で、この、そういう盗聴までするようなサラ金の弁護士をしてたのが吉村で、そして、この時ですね、竹藤からいろんな被害を受けた人たちを弁護していたのが宇都宮さんだったんですよ。 つまり、東京都知事選挙というのはです、ね、めちゃめちゃ分かるわけですよ、正義と悪の戦いですよ、この <laughs> 正義の宇都宮さんと悪のね、こういう,こう,いう戦いがあったんですけど、まあ、残念ながら緑のたぬきに負けましたが、まあ、でもです、ね、こういう構図はもう、基本的に共通してます、えー、吉村と橋本と高仁です、タレントの高鷹仁、まあ、おられないですけど、吉村はもともと屋敷高のあの事務所の顧問弁護士でした。 で、えー、この橋本という人がですね大阪維新の会を作った時に候補者が足らんとだから誰か A のおらへんか言うた時に高人がええのおるでとうちの弁護士や言うて紹介したのが吉村なんですよ。でこの時に高人というのはあの大阪の視聴率男でですね高人の番組はめちゃめちゃ数字がいいんですよ。 で橋本徹という人物も出てきた時はまあ人気高かったので結局大阪のメディアがですねこの,あの高神と橋本にこの反対できへんようなことになりましてそれでですねもうあの皆さんご存知のように吉村もテレビ出まくりもう5月6月7月ね去年のもうずっと出てたわけですねでえこれ平気でこのしたら嘘をつけるのはですねメディアが追及しないからなんですよ。 で今、ようやくですね、まあ、日刊現代とかですねこれは「週刊ポスト」ですけどようやく吉村に対して反撃をしてるんですけど残念ながら日刊現代も「週刊ポスト」も読んでる人少ないですよ、やっぱりテレビなんですわ、このテレビがやっぱ影響力大きいのでなんとなく吉村が頑張ってるなとかかっこいいなとかね、まあ、そんなことで作られた人気があるということですね。 えー、そして次にちょっと松井の話をしたいと思うんですけど、えー、松井の親父というのがですねお父さんというのがあの笹川良一の運転手だったんですねでこの笹川良一という人はあの右翼で有名な人なんですが皆さんもご存じのようにモーターボート協会この、えー、協定で設けたでこの住之江協定の電気工事を一手に引き受ける会社が松井のお父さんが作ったと。でめちゃめちゃ儲かったわけですね。でこれで、えーまあ、お父さんが議になって でまあ一郎が世襲で松いだとまあこういうことなんですね。えー、だからですね、えー、皆さんあの安倍という人は岸信介これ右翼の孫ですね。で松井というその親まあ親父さんがその笹川良一というこの右翼のどんとのまあ子分だったということでですね、この松井と安倍はですね右翼つながりなんですよ。だからこの曲つながりで毎年年末にこの四人で。 あの飲み飲み会をしていろんなことを決めてたわけですね。でこの流れで森友問題があるわけです。森友学園というまああの教育直復を暗唱させるような学校を認可したのは松井なんですよ。つまりですね皆さんねあの赤木さんが自殺に追い込まれたのは8億円の値引きしたからでしょ。今そればっかり言うてるけどあれはなんで国が土地を売ったかというと大阪府が認可したから売ったわけですよ。 だから本来はこいつを、ですねもうこいつと言わせてもらいます、この男を百条委員会にかけなあかんわけですよ、なんでやねんと。ところが大阪府のですね府議会の、えー、議員はですね共産党が2名しかいない、ねであとも自民と維新ばっかり、それで百条委員会できなかった、逆にあの東京都議会はです、ね、百条委員会するわけですよ、あの、えー、舛添とかね。あれはねね共産党が17人いるわけ、ね、つまり 議会の構成も変えないとこの人たちはですね生き残ってしまうということなんですがそんなことでですね今あの中山先生もえおっしゃいましたけどもこのねじれてるわけですよこの何がねじれてるかというと黒自民がこの安倍菅に代表される人たちで,でこの白自民というのはまあ私の作ったんですけど要はその土地にこの密着したあの良質な保守層。 柳本ささんんとかですねあるいは名古屋の横井さんこの人は市長選挙に出たわけですけれどもこの白自民が頑張ってるのに黒自民が応援や言うて来るんですわんで黒自民が邪魔しとるんですよこれね二階が来たわけですねこの二階が来てねほんで柳本よろしく言うたら減るよね票がだからそういう意味ではこの黒自民が応援するように見せかけて白自民を消しに来るわけですよそれで維新が通っちゃうという。 だからこのね,ぎねじれた関係を有権者が見抜かない限りはまた騙されるんですよ。これね橋本松井のこの黒維新ね黒維新と手を結んでるのは首相官邸ですよ安倍菅ですよ。ところがその維新という名前と安倍菅は自民という名前で,でこの白自民の柳本さんも自民やからなんとなく柳本さんに入れるよりはもう橋本の方に行こうかなとこう思ったわけですよ。つまりですね ここをこう乗り越えないとまた維新に騙される人が増えるからでそれであの大きな教訓は先日の堺市長選挙堺市長選挙の候補者は自民党を辞めて無所属で出てくれたなので当時堺は完璧に負けるようになると言われてたあのその状況を一変させて堺市長選挙はめちゃめちゃあの肉薄したわけですねそれはやっぱり候補者も捨て身でいったわけで市民も分かりやすかったから。 でこういうふうういいにしないとと次もまた負けちゃうと思うんですよでそれは先ほどの中山先生と共通する話ですがえそんなことでえ維新というのはもうこの黒維新スキャンダルまみれですがもう池田市サウナ市長ねこれはあの足立議員の秘書やったわけですよ。でこの足立の秘書のこの富田という人が、まあ、サウナやってたわけですけどこれ見てください町は一流政治は三流というビラを配ってるわけですよ。お前が三流やないかといかう話で,すけど、ね、でですねこの人は絶対に辞めさせなあかん。 だから不信任決議を通さなあかんのにまたまた公明党がです、ね、当日に裏切ったんですよ当日に。で公明党の裏切りでこの人はまだ市長がやってるわけですけれどもそういう意味ではです、ね、私もいろいろ維新の取材もさしてもうて安倍さんの取材もやってようあるんですスキャンダルはねそれは金と女性にまつわるスキャンダルあるんやけどまさかねその酒飲んで喧嘩した相手を車で引き殺そうとする殺人未遂の人まで出てきてね つまり維新というのは犯罪者集団、もうこれをですねねやはり、ね、こう広げていかんとねあのほんまにねあの全然まだあのその辺があが浸透してないので,で要はですねこの維新的な考え方というのは全国に展開し,し,しているわけですよ。でこの維新官丸出しが愛知県でありましてこの愛知県の,あの知事のリコールえ署名ね、ねねこれねおやめください愛知県知事の100万人リコールの会なんです。 この100万人リコールの会に注目してくださいね。なんで100万人と言ったかというと、実はリコールというのは法定数があって8。6万筆を2ヶ月以内に集めないとダメなわけですよね。で、このリコール署名は生年月日も書かなあかんで、こういうそのまあ、あの重たい署名をこの田中高弘という人今捕まってますが、この人が中心になって集めてたわけですが、この人は維新から立候補する予定だったんですよ。 つまりあの、これがなければね、今頃はあは候補者ですよで、こういう人が今あの、犯罪を犯したわけですけれども、普通考えたらです、ね、アルバイトを使ってこうつさせてるわけでね、同一筆跡で大量出てきたら、こんなん危うのでこんなんしませんよ。ところが、これをなぜやったかというと、43万筆のうち83、83%が嘘やったわけだからね、でこれはなんでやったかというと、この田中という人物の後ろにリコールのプロがいる。こののリコールのプロは何かというと、いう 署名は86万を超えへんかったら、署名の中身は愛知県選挙管理委員会は精査しないということを知ってるやつがいるわけですよ数。数だけ数えて返すから大丈夫と言うたやつは誰か、それが1回リコール署名をした人ですよ、それは名古屋の河村市長だと僕は思います。河村市長は名古屋市議会のリコールをしましたからね、この時にデータがあるわけね、生年月日もあるデータがあるから、このデータで写したらいけますよね。 で86万いってへんわけやから数えへんこと知ってるからこれしたと思います、えー。ということでですね、あのー、こういうことをやるねこの大阪と名古屋これよう似てるわけですよ、えー、今日はですね、あのー、平松さんも来られてますけどももともとこの人たちは仲良しやったわけです。川村村ささんんんと大村さんは村コンビやて仲良かったんですよで、えー、平松さんは邦夫ちゃんですからで橋本徹ちゃんで邦夫ちゃん徹ちゃん仲良かった。 ところがころの仲良かった人を手のひら返したように敵を作って叩いていくわけねこのことで自分の人気を上げていこうと、まあ、こういうことをしている人たちですよね。で共通しているのは勝つためには手段をを選びままません何回住民投票ししてもやりますす偽造しますこういう人たちが維新をこう作ってるわけですけど残念ながらこれがさっき言ったようにねじれの関係があって見抜けないので。 大阪でも名古屋でもこの黒の方が勝つわけですよ白が負けてねそういう意味では有権者しっかりしてくれということなんですけれども、えー、つまりですね先ほども国政の関係で出てきましたが私もあの国政の関係で見ないといけないと思います、えー、菅という人物は菅無派閥やと菅派はないとよく言われてますが菅派はあるんです菅派は何かというと維新と公明党ですこの維新と公明党が支えるで。 竹中ですねこの竹中平蔵という人が総務大臣の時に菅原副大臣ですからだから新自由主義的な何でも会社か私物か民営化ということが維新に浸透しているで橋本徹という人物が大阪市の公務員は「多すぎるいらんねん」って切った結果窓口の職員が少なくなって窓口全部パソナですよ北区パソナ福島区大正区みんなパソナがやってるとねつまりこの し守秘義務もないし、そのパソナの派遣社員は、やっぱりそれはお金に困ってるんでしょう、ね、あの戸籍の手数料なんか着服しおるわけですよで、こういうことが起こってるということですねで、先ほど出てきたこの時短協力金、めちゃめちゃ遅いです、大阪は、もうワーストワンです、3月まで対応職員は2人から3人でやってた、それは遅いわ、だから遅い言われて、どうしたか、吉村、どうしたかというと、パソナに丸投げしたんですよ、20億円で。 でこの20億円、も1月末から6月までパスナでやらせたけど、これは入札がなしで、で要は三つもりなしでやってるんですね、つまりこれはもうパスナーのいいねでやらせていると、でこの、これあの像、パスナー、平蔵出てますけど、あの7月以降もこれやる,やるとなれば、やるとなればです、ね、もう税金がこのパスナにどんどん投入されていくというこう、こういう関係ですね。 でちょっと河合、ね、事件が起きたので3年の,、えー、その懲役なんですけれども、えー、これ案里という、ね、あの奥さんが参議院出たのは3月13日に決めたんですよ。その前に勝と安倍は2人で追ってます、ね、で安里が、えー、公認されてでその翌週にまた2人で追ってます。でその2週間後に自民党本部から安里に1500万が振り込まれてます。 その2日後にまた2人ででるんですよそしてその1ヶ月後に安倍の秘書が広島に来て巨大なスーツケースを持ってこれからずっとスーツケースで現れるわけですね泊まりもせんのにでその5月12日の1週間後に自民党本部から安里被告に3000万振り込まれたそしてその3日後にまた2人で追ってるんですよ そそしてその2週間後に案里に3,000万勝之被告に4,500万が振り込まれてそしてその10日後にまた差しで2人で追っているんですねそしてその7日後に最後の3,000万が今度は勝之被告の方に振り込まれて合計1億5,000万これどういうことですかこれねこれね勝之という人が3年の懲役をくらったのであれば安倍も調べなきませんって。 でこれ、なんで巨大なスーツケースで来るんですか。これね、銀行で振り込んで、この勝行の口座から安倍口座に行ったら、これ、あの振り込み振り込みであの証拠が残るから、必ず現金で下ろさなあかんわけね、で現金で下ろして、それをこう山分けしようとたスーツケースいるわけですよ、そういうことが疑われることになってるわけで、それでオリンピックですけど、えー、今から7月4日まで東京都議選がありますね、で23日にオリンピックが開幕するとしますね。 で8月は検察が人事異動なんですよ、今頑張ってるあの知見がね。で、えー、9月にパラリンピックが閉幕するでしょ、でその後に総選挙したら、検察動く暇はあらへんわけです。もし7月23日のオリンピックを中止してたら、検察動けますよね、この間に。こういう問題がある、でそして JOC の経理部長が自殺されました、6月7日に、でこの人、遺書見つかっていませんが、この人はお金の流れを全部知っている人だと思われます。 19年6月に武田恒和という JOC の会長を辞めました、なんで辞めたかというと、アフリカの人にいっぱいお金を渡したからです、招致委員会で、招致するときに、このときに菅ですよ、菅がセガサミーの里見会長にお願いに行くんです、アフリカ人の票を買わなあかんから、4億、5億いるから出してくれへんかと、んな、里見会長はそんなもん出したら足がつくから危ないやないかと、いや、ええ方法がありますねんと。 叶次五郎って知ってはります柔道の叶次五郎財団っていうのがあるからここに寄付したら叶次五郎財団から行くんやとこれでわかりませんわってことになって叶次五郎財団を作ったわけですよで,でこの叶次五郎財団が作ったことを外国のメディアに追及されたら叶次五郎財団を追及された翌月に活動を終了しておりますでこの叶次五郎財団の理事長が森喜朗なんですよ だから森菅三美武田招致委員会電通のこの黒い金が非常に大きな問題になっていてもしオリンピックを開催してお祭り騒ぎでよかったなとなったらこの問題は不問ですでもオリンピック中止したら何やこんなオリンピック誰が呼び込んできたんってことになったら絶対これが来るんですよな菅が危ないわけねだからいろんな意味でオリンピックはやらなあかんわけですよ彼らにとったらで、えー、先ほど話ですね死亡者急増しました 2020年、去年の12月に大阪東京の倍出た、なんでやねんと、なんで大阪でこんだけ上がったっていうのは、これは因果関係証明せなあかんけど、僕はおそらく個人的には11月まで住民投票したからでしょう、う大規模な集会もせなあかんしね、だから大阪だけボーンと上がったわけですよ、つまり住民投票なんかしてる場合はなかった住民投票してるお金を全部病院とか看護師さんに突っ込まなあかんときに、あの不要不急、無駄な住民投票して、累計死者数は東京を抜いちゃったと。 医療崩壊はもうさっきね保険証は一つしかない大阪市ででリストラを仕上げたのは橋本元市長で吉村なんですがこれ皆さんぜひ覚えておいてくださいね大阪は看護学校を並行するんですよこの時期に大阪医師会看護学校と淀川区医師会看護学校なぜかというと維新が補助金切ったからですねこんなひどいことしたで死亡の,じあのワーストワンですね自宅で死亡でそれはもうあれですよ大阪がこの 吉村がこれ第4波であの早めたからですねあの緊急事態宣言の前倒ししてでトツ、断トツこれもう本当に悔しい亡くなり方や思いますわ本当かわいそうにねしかしこの点を在阪メディアは突っ込んでいませんでさらに6月に救急隊員がお亡くなりになりました。でこの方は 吉村が重症病床をね削ったために救急車でたらい回しにされるでそれで70何時間も救急車の中で酸素吸入したとかいろいろあったでしょそれで僕はうつったんやと思いますわだからこういうことをやってきた維新ですよねでだから万博とカジノを中止して本当に立て直さないとどうやらことになるなということですねえつまりですね何が言いたいかというとイソジ人とかアマガっぱの嘘はねすぐに見抜けるんですよ。 もっと、ね、見抜けにくい嘘というのはこの金をかけてプロが作ったコマーシャルとかワイドショーとかなんとなくのイメージなんですね。でこれはですねもう,あのもう二度と流れないコマーシャルですがこういうコマーシャルがかつて流れたんですよね。 福井の原子力発電は水力や太陽光などと同じく発電時に CO2 を出しませんししい自然を残していい残てかないと、ね、みんなとととねみん未来に電気とエネルギー関西電力、はい、このコマーシャルはあの福島事故以後流れなくなりましたがこういう形で憲法改悪の国民投票のコマーシャルとかそういうものを電通と吉本興業が作っていったらコロッと騙されてしまうということになるので。 気をつけけないといいとませんはい、結論でですす、えー、対3対2の法則ですねこれって何かというと日本でこの十数,、えー、数年間どんな選挙をしても5割が棄権して3割が自民公明維新に入れていて残った2割が共産党や立憲民主や令和や社民党に入れていたので3が勝っったわけですよ。でじゃあなぜ5が棄権したかというと今の自公政治に嫌やからだからもうアホらしいって言いかいよになったわけね。 ところがこの5がもし1割いったら、この人たちは絶対に3には入れへんわけですよ、あの残った野党の2に入れますから、なので、1人区の教訓、二2年前の参議院選挙、これはですね、当初は2勝か3勝ぐらいしかできへんかと言われてたのが10勝22敗、えつまりみんな勝てる思ったら言ってくれるわけですね、山形県では投票率は6割超えました、岩手県は56%。 5割の危険者のうちの1割がいけば野党は勝つ、えー、つまり1割いけば4対3になりますからねでそういう意味では、えー、この次のです、ね、秋の総選挙これ非常に大きな鍵を握っていると思うので、えー、ぜひです、ね、これを見ている皆さんは、えー、ぜひこのことを周りの人に伝えてもらいたいというふうに思います。えー、ということで以上で終わりますどうもありがとうございました。 西谷文一さんありがとうございました。維新から菅政権オリンピックまでご紹介いただきましたけれども非常に真っ黒すぎてですねあの本当に国民不満の政治に変えていく必要があるなと実感されます。それではあのご講演では最後のあのプログラムに移ります。お話しいただくのは内田達郎さんです。本日は。 YouTube 配信のみの開催となりましたが市民連帯集会は9月17日金曜日午後6時30分 L 大阪を予定していますぜひ皆さんもご予定お願いいたします